3人が揃っています。悲鳴が響き渡りました。いやー、この選手は完全に場内の心を一つにつかみました。一体中は誰なんでしょうか。放送席の解説には伊保出力道山さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。赤コーナーは2人とも誰か分かりませんね。全然分かりませんね。そうですね。特に月のものは何が何だか全然分かんないですね。そうですね、はい、その月のものが先発です。ホワイト7号と月のものの先発で試合が始まりました。タッグマッチの30分一本勝負です。画面右側、上から下まで真っ黒ですがホワイト7号。そして入れ替わりました。何か円字のような茶色のような装束を着ていますのが月のもの。組み合った。体格を比べますとホワイト7号の方がやや、いやかなり大柄でしょう。押し込んでいきました。はい、ブレイクアウト。結構打っていく。そしてハンマーを打ち下ろします。ああ、その装束を吐きに行った。装束を逃がすと、さあ中からは、中からは、ああマスクをかぶっています。ああ黒と赤のマスクが今あらわになりました。これでも誰か分かりません。私の質問には反応がありませんでした。ホワイト7号11号、なぜ7なのか11なのかというところも謎が残りますね。いや、そうですね。他に1号から6号がいるのかどうか。さあリング上はホワイト7号と月のもののマッチアップが続いています。両者距離を取りました。あ、キック打った。エルボー打っていきます。打ち下ろしていく。そしてここでパンプキンですとタッチを交わしました。入場ではこのリファ有明のお客さんの心を完全に掴んだパンプキンです。すごかったですね。あの入場は本当に素晴らしいですね。かつて一世を風靡しましたあの2人組ユニット、ウィンクの寂しい熱帯魚に合わせて、そして完璧な振り付けを披露しましたパンプキンです。どうですかこの動きは。想像がつきませんね、本当に、ね、そうですね。こんな女性的な可愛らしい動きをする選手がノアにいましたか。いやー、記憶にないですね。そうですね、場内の女性ファンからは悲鳴とも歓声とも、おっとこれが今何かを手にしましたね。なんか取れた、取れたんでしょうかね。ホワイト7号は何か手にしていました。あ、今マスクの後ろからわずかに覗く頭髪が金髪に見えますね、パンプキンです。あ、本当ですね。そうですね。さあ飛ぶか飛ぶか、パンプキンですが飛ぶぞ。飛びませんでした。ここでまたも大歓声です。なんですかね、あれ入れ墨なんですかね、シールなんですかね、してますね。あのパンプキンの模様が入ってます、はい、あんな選手はいないですからね。ハロウィンではもうおなじみのあのかぼちゃの化け、ジャックオランタンのマスクをかぶりまして、まあ、そのタトゥーのようなものを腕に入れているんですが、さあここでホワイト11号とタッチを交わしました。そうですね、こちらが11号です。いや、ホワイト軍団の方は似てますね、背格好が。いや、本当ですね、体型も本当ほとんど一緒ですし、ね、そうですね、大柄の2人、はい、ですから、まあ、4人が入り乱れてたりすると放送席でも混乱するかもしれませんね。混乱しますね、7号か11号かっていうのはちょっと想像。あ、ここでまた、あ、お菓子ですかね。お菓子ですね、配ってるんですね。対戦相手にお菓子を配っています、パンプキンです。まあ、ハロウィンではトリックアトリートと言いまして、子供たちが家を練り歩いてお菓子をねだるんですよね。そうですよね。あと今モンゴリアンチョップの動きを見せたか、月のものです。それを寸前で止めてヘッドバットに、いや行かない行かない。あ、ご覧のように仮装しているお客さんもいます。そして、あ、またマスクに手をかける、一枚ハイド。おっとマスクが脱げました。いや、2と書いてありますよ。あれでなんとなく意味が分かりましたね。分かりましたね。3のマスクを剥いだら2、あと2枚つけてますよという意味でしょうかね。さあ剥ぐ、また剥ぐ、1になった。まるで金太郎飴のようですね。
徐々に入れ替わってきて放送席もどちらがどちらか分かんなくなってきましたが、こちらは11号です。さあかわした月の物、おっと急所攻撃です。急所にヘッドバットを見せました。そしてパンプキンです。また試合に権利が回ってきました。場内に拍手を要求します。おっと下からついていく首都を見せます。この動きのレスラーはいませんね。伊保さん足を捉えた。あ、急所にパンチ、攻撃を見せてきました。そしてまた、あー、ここで観客席に飴を投げ入れました。あれはパンプキンはパンツの中にいくつ入ってるんですかね。いくつ入ってるんでしょうね、そしてここで何見せるか、ラリアット、あー飛びつくようなラリアットです。カバーに入ります。一つ技を繰り出すごとに女性から歓声が上がります。いや、そしてこの肉体ですからね、はい、かなりの実力者ですよね。あー、また手を首都をかざした。そしておーっと2人が2人だった。これに驚いたパンプキンです。2人で捕まりました。ホワイトの7号と11号セブンイレブン攻撃、おっとカットした。1人で2人を相手にします。今ダブルの急所攻撃ですが、月の者が捕まっています。ボディスラム、そしてさあ場内にアピールしました。ホワイト7号が1と書かれたマスクに手をかけます。残り1枚、あーっと剥がれたところに、あ、今カメラでは素顔分かりませんでしたが、だけど素顔もなんかペインティングしてましたね。今赤と黒のペインティング、その顔が見えました。そして今エプロンからリングの中へと隠れていってしまいました。あ、戻ってきました。あ、あー、あー、そしてフライングボディアタック、カバーに入った。2つで返します。いやー、毒斬りを吐きました。いや本当にボディスラム。さあ、そしてニュートラルコーナーから、おっと、ムーンサルトプレスを見せる。これはかわしています。しかしそこにパンプキンですが入ってきた。さあダブルの攻撃、あー、毒斬りを吐こうとするところですが後ろからカットに入った。毒斬りは吐けません。あっさりと、いや、あー、飲んじゃった、飲み込んでしまいましたね。月の者は毒斬りを飲み込んでしまいました。これは苦しい。いやー、フェイスペインティングをしています。月からやってきた月の人、おーっと、おーっと、フラッシングエルボーを見せた。この辺り各選手普段やらない攻撃をしました。おっと、連携技を見せました。ホワイト7号、11号カバーに入る。カットに入ります。いや、各選手やはりいつもやらない動きをという意識は感じますね。ものすごい出てますよね。そうですね、動きだけ見たら、あの、はい、誰か、やった大回転、カバーに入った、カウント入る、返した。返します。徐々に剥がれてきました。さあ、リングの上はホワイト7号、11号ホワイト軍団がダブルの攻撃、ダブルの超もういつもから、ウィンクの、そうですね、やっぱり今回ハロウィンなんで、はい、ハロウィンにちょっとちなんでやってみました。